ナッソーブルバード駅とは、ニューヨーク州、ガーデンシティのナッソーブルバードの西側にある駅である。この駅はドーソンに5つある、ロングアイランド鉄道の駅のうちの1つである。当初この駅は、ガーデンシティ村に便利を図るために、ドーソンの創設者のアレクサンダー・ターニー・スチュワートにより、構想された鉄道、スチュワーツ・セントラル鉄道のための駅であった。 しかしその駅は、スチュアートの死から40年以上経った1907年に建設され、スチュアート自身によって建設されなかった。実際には、それはかつて存在した、ガーデンシティエステーツという村によって建設された。ナッソーブルバード駅は、アデルフィ大学への道から、すぐの場所にあり、マンハッタンへの早い通勤を提供している。 駅には広大な駐車場があるが、ローカルパーミットのみである。2000年代初頭には、駅は、車路の設置を含む修復工事を受けた。歩行者用トンネルが、駅にあるが、入り口は、付近のスチュアートマナー駅のためのかつてのトンネルに似ている。この駅はわずかに、オフセットの高い床の短式ホームを2面入有し、どちらも有効長は重量である。一番線と隣接する。 北側のプラットフォームは通常、西行き、またはニューヨーク行き列車が使用する。2番線に隣接する南側のプラットフォームは通常、東行き、またはヘンプステッド行き列車が使用する。ここでは2線である。ありがとうございます。